岸田総理が、異例のアメリカ空母ロナルド・レーガン視察で、中国新型空母、福建で突っ込んだ質問が、アットの情報をキャッチしました。今回は、この時突っ込んだ話について、詳しく見ていきますね。やはり、空母のカタパルト運用は、非常に難しいとの話で、すぐに運用できるとは考えにくいとの話も、問題は源泉なのではないのかな。爆音の源泉では、位置をすぐに特定される。やっぱりすっとこ、どっこいですね。日本の岸田総理大臣は、2022年11月6日に開催された国際観艦式に姿を見せたが、久々に日本で行われた同式には、海外からアメリカやオーストラリア、カナダ、そしてインドやパキスタンなど12カ国の海軍艦艇が集った。アメリカ海軍としては、正式にこの国際観艦式への参加に派遣したのは、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の16番艦、チャンセラーズビル、一隻のみであり、日本の唯一の同盟国にして、在日アメリカ軍基地を持つ国としては、意外な感じも拭えない。しかし、アメリカ海軍は、このタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の、チャンセラーズビル以外にも、国際観艦式が挙行された神奈川県沖の相模湾を通りかかったと称して、ミニッツ級原子力航空母艦の9番艦である、ロナルド・レーガンを送り込んだ。ロナルド・レーガンは、神奈川県の横須賀を母港として、アメリカ海軍の第7艦隊に、2015年10月から配備されている大型の原子力航空母艦であり、それもあって、昨今のアメリカ軍艦艇の中では、非常に知名度も高い艦艇だろう。この、ロナルド・レーガンを中核とする空母打撃群らは、直近では、朝鮮半島沖に派遣されており、その地で、韓国軍との合同軍事演習や、さらに、そこに、日本の海上自衛隊の護衛艦を加えた、3カ国での対潜戦闘訓練などを行っていた。アメリカ海軍が、朝鮮半島沖に、ロナルド・レーガンのような大型の原子力航空母艦を派遣したのは、2017年の秋以来のことであり、その時も北朝鮮を牽制するために、その行動は行われたが、今回も、そうした狙いが強かったと言える。アメリカや韓国の分析によれば、北朝鮮は、核実験の再開を強行しようとしており、その兆候をつかんだからこその、ロナルド・レーガンらの空母打撃群の朝鮮半島への派遣だったと思われるが、北朝鮮の姿勢は変わらなかった。むしろ、今までにない頻度で、各種の弾道弾や巡航ミサイルの類の発射を繰り返し、アメリカは、ロナルド・レーガンらの空母打撃群や B-1B ランサーなどの戦略爆撃機をも、韓国軍との合同軍事演習に投入したが、効果のほどは定かではなかった。北朝鮮が、アメリカや韓国への対決姿勢を示すには、ミサイル発射しか、具体的な手段がないとはいえ、今回のミサイルの発射頻度からは、精度は別としても、その運用能力を高めていることが感じられ、その恫喝は増すことは、あっても減ることはなさそうだ。実際に、アメリカや韓国の情報筋が指摘しているように、北朝鮮が、核実験の再開を強行したとしても、アメリカ軍としては、追加で同国に突きつけることのできるカードは、ほとんどなく、今後の対応策にも注視すべきだと感じられる。さて、そんな状況下ではあったが、国際観艦式の後に、日本の岸田総理大臣は、一応、偶然にそこを通りかかったと称されている、ロナルド・レーガンを訪れており、直接乗艦して、アメリカのエマニュエル駐日大使らに迎えられた。岸田総理大臣は、回転翼機を使用して、ロナルド・レーガンに乗り込んだとされているが、そこで出迎えたエマニュエル駐日大使らの対応を含めて考えても、それが全く予定されていなかった行動だと見るのは、かなり無理があるだろう。
アメリカ側、日本側ともに、そうした見方をされることは、12分に認識した上で、今回の岸田総理大臣のロナルド・レーガン訪問を企画したのであろうが、個人的には、それが、いかなる政治的な判断に基づくものなのかは、判断がつかない。まあ普通に考えれば、12カ国もの国々から参加する艦艇がある中で、最も巨大でアメリカ海軍、そしてアメリカの軍事力の象徴とも言うべき大型の原子力航空母艦に焦点が当たりすぎるのは、避けた方が無難との認識だったのかもしれない。それでも、国際艦艦式を主催した日本の現職の総理大臣が対上艦するのであるわけであるから、注視するなという方が難しいことは分かりきっており、実際に多数のマスメディアでもその事実が大きく報道される事態となっている。日本の岸田総理大臣はロナルド・レーガンに上艦して、中国が今年2022年6月に進水させた中国海軍の3隻目、国産としては2隻目にあたる航空母艦福建が電磁式のカタパルトを装備するとみられていることについて質問したとされる。その意図は、これまでの中国の航空母艦の2隻、遼寧と山東とは、艦載機の発艦方式としては、艦首に備えられたスキージャンを利用するものであったため、中国にとって未知のカタパルトが容易に運用可能か否かを問うたものだと解釈されている。ロナルド・レーガンらの2密級の原子力航空母艦をアメリカ海軍は10隻も保有しているが、それらはいずれもカタパルトには蒸気式が採用させており、電磁式が搭載されているのは最新鋭のジェラルド・ R ・フォード1隻のみである。よって岸田総理大臣の質問の意図は、中国が運用経験のないカタパルト方式を福建で実際に使用可能なのかという点と、さらに、それがアメリカ海軍にとっても最新型の電磁式であることは現実的なのかという2点だったと思われる。アメリカ海軍側は、こうした岸田総理大臣の質問に対して、中国海軍の福建には、それを十二分に扱うのに、必要な乗組員の技量と練り度が不足しているとの見解を示しており、その分野で、未だ自軍に優位性があることを示唆したようだ。そもそも、中国海軍は、福建を進水させた時点でも、3機を装備すると見られている、電磁式カタパルトの設置部分には、覆いをかけた状態であり、今後の偽装工事の中で、これらも完成させていく、段階にあるのだと見られている。アメリカ海軍であっても、電磁式カタパルトを採用したジェラルド・ R ・フォードは、一応2017年に就役した形ではありつつ、電磁式カタパルトや並走運搬用のエレベータに不備が続き、実際の戦力化は今年2022年末と予想されている。電磁式カタパルトは、従来の蒸気式に比して、艦載機ごとに適切な射出力を微調整できることから、発艦の効率がより高まることが期待されていたが、アメリカでさえ、未運用には5年もの歳月をかけたことから、決して制御が容易な技術ではないことは明らかだ。岸田総理大臣の質問に答えたアメリカ海軍関係者からの回答には、そうしたジェラルド・ R ・フォードが実運用に至るまでの苦難の道筋が凝縮されたコメントのように感じられるが、それだけ重みのある意見にも感じられる。そもそも、論で言えば、中国海軍は、これまで、スキージャンプ方式の発艦を採用していたため、カタパルトで射出することが可能な艦載機自体も、未だ完成させているわけではなく、これについても、今後の実用化を待つ段階にあると言える。その点を考慮しても、中国海軍の航空母艦が、アメリカのそれと、
同等の打撃力有するように進化するまでには、今、しばらくは、時間が必要なことは間違いなく、並行して、航空母艦という、兵器の存在そのものに、位置づけに変化が生じる、可能性はあるだろう。近年の対艦ミサイルの、大幅な射程距離の増加は、大型の航空母艦という、存在が活動できる領域を確実に狭めてきており、制空権とはいかずとも、航空優勢を確保できる範囲でしか投入することが困難な兵器となりつつある。それを考えれば、現時点ですら、航空母艦がある種の旧世代の兵器と見さされつつあることも、否定はできず、費用対効果を考えた上では、ますます大国しか運用することは困難となり、廃れていく分野と見ても、大きく外れてはいないと思われる。そうした状況下で、日本の海上自衛隊も、出雲、片護衛艦を航空母艦化しようとしているではないか、とのお叱りも声もあろうが、あれらは、大型の航空母艦ではなく、あくまでも F-35 ライトニング 2B 型を運搬する、移動式の滑走路と見るべきであろう。